もう最高です、最高です。強い人しかいないんで、じゃあちょっとマスやりましょうって言った相手がみんなルンピネチャンピオン。だから自分も楽しいです。やっぱり日本にいるよりこういうシンガポールとかちょっと違う場所を変えることによって練習だけに集中できるっていうんですか、そういう環境で追い込んでほしいっていうところですね、はい。練習相手も揃ってる、まあ、環境も全てフィジカルもダッシュができるフィジカルも環境もあって、でなおかつトレーナーもすごい人たちばっかりなんで、まずこういう環境ではないですよね。まあ僕なんかの時代はタイに行ってたんですけど、タイに行くよりはここに来た方が、まあ、日本人は向いてると思います。凝縮してギュッてやるんで。観光とかも全然行ってないって話聞きますよ。全く行ってないですよ。もう練習寝て食べる、練習で食べる、その繰り返しです。味わったことのないような人、選手。そうですね、まあ、タイ人はみんなこんな感じなんですけど、いやでもやっぱオルホンとか本当トップ中のトップなんで、そういう選手の蹴りはなかなか受けられない。蹴りの部分は多分すごくカルチャーショックというか、彼自身もでもショックな面があったと思うんですね。まあでも何ですかね、やっぱりトップの選手たちと肌を触れ合ってチャレンジ精神がまた芽生えたと思うし、上には上がいるっていうのも思ったでしょうし、すごくいい経験だと思います。まあ本当の試合だったらパンチも速いと言ってますし、そのパンチだけに頼ってる。うまくない、ムエタイにムエタイ頼
ムエタイという、そういう技術を練習できるいいチャンスなんですよ。だから楽しいんですよ。自分はもう、もうポジティブ思考というか、こんなにいい練習ができるんだ。Already, yes. But if about the Thai, he just clinching Thai. Muay Thai have elbow and the body strong, but to clinch later. Tenchin, Tenchin now is very good. Tenchin, he's very strong, but good hand, 100% hand.This way, in, on top 10,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  top 10 in the world. We'll be number one in the world if training hard and fight a lot, fight some more.なかなかないと思うんで、まあ、自分そうですね、まあ、どこのジムにやってたっていうわけでもなく、まあ、ずっと父親と2人でやってたんで、だからなんか、ね、2人でやってきたことがもうこういう、なんだろうな、世界の人だったり、まあ、タイ人だったりすごい強い人に、まあ、こう2人でやってきたことが証明できたっていう、通用するんだっていうところは、まあ、すごい嬉しいですよね。